はい、おはようございます。今日は火曜日朝5時ですね。これから料理を作りましょうか。さてさて、今日は何をするかね。なんかいろいろとあるんだけど、何をどうするかはあんまりよく聞いてないけど、まずこれだね。鶏肉を唐揚げしちゃおう。鶏肉の唐揚げに、煮しめも作んなきゃいけないんだよな。お、これシューマイがあるから、これも揚げシューマイしますかね。あとは魚を焼けばいいか。魚を焼きましょうね。これね、700円で3回分ですね。だから1回200円。ちょっとよいしょ、ちょっといろいろと用意がしてありますね。あとは次は何か、豆を浸し豆作るんですね。よいしょ、電気つけて、ほんでこいつが残ってるでしょ。こいつね、煮しめの昨日残ってるんで、ここに大根入れてもうちょっと煮るという感じかな。で、まず浸し豆、それからよいしょ、ブロッコリーを茹でるでしょ。浸し豆はこれでかな。煮上げましょう。煮始めてと、このぐらいの量を全部水が消えるとちょうどいいですね。よいしょ、昨日のちょっと余ってるのと加えて料理してと、これをじゅんぐりじゅんぐりだね。だいたいほら、右側だ。これだね、パイナップル、パイ皿で、焼きましょう。うわ、二つでいいぐらいだな。ちょっと二つにしとこうか。残りは明日。これ菜花ね、菜花も安いのあったんで、これも入れちゃいます。はい、まずは鮭インですね。鮭イン、菜花を茹でるときにブロッコリー茹でるから、菜花先に行っちゃおうか。これ安かったからね、140円、半額弱か、150円ぐらいするんですかね。これはエイエイって茹でて何で食べて食うとね、美味しいですね。みんなつけちゃいます。よいしょ、おいいね。ほんと少しずつね、たくさん入れると温度が下がっちゃうから、よいしょ。
どうだろうな、水に取るかな、あんまりいつも取らないね。余熱でそのまま逃げてる感じ。もっといっぱいにすればよかったらいいな。豆の方も煮立ってきたね。おっと、比較的これはこう、なんていうの、あんまり取らない方が多いか。取った方がいいのかな。取ろう。水に取っちゃいましょう。いや、けどなんか、取らなくてもいいかな。取った方がいいね。溶けちゃうもんな。このまま返すとね。まあ春の野菜は格安ですね。あ、美味しそうだ。美味しそう、美味しそう、美味しそうでございます。で、これから今日は鶏の唐揚げでございます。花花やるんだったらあれだね、赤鍋ですよ、はい。あとはお決まりのブロッコリーだね。長野とかブロッコリーは安かったらすぐ買っちゃうね。これがいいでしょうね。はい、煮始めたら昆布を一回入れて、ちょっと煮えたところを入れちゃいましょう。よいしょ、コンソールだね。ただ卵を行くか、最初に1個、2個、3個、いつも最後にやってるけど、なんか早くやってもいいのかな。今日は早めにやっちゃいましょう。砂糖をたっぷり入れてあげて、塩をちょっと、今日は、ね、白砂糖ですね。これは油ね、昨日の油まだ残ってます。で、ちょっと入れてあげて、卵焼きってのは油をこうね、織り込む料理なんで、織り込んでみましょうかね。オリコンって言うとあれだよね、なんかレコードの売り上げのやつ、オリコンだっけ。ティッシュがなんかな、これちょっと卵焼きかな。で、火を止めて、ああ油落としちゃった。ああ、ほらな、
ここが一気に固まるね。だんだん昔のように油が乗ってきましたよね。卵焼きは油を卵に織り込む料理でございます。油だから2回に分けちゃいました。本当は 4,5 回に分けるんだけどね、面倒だからもう2回負けちゃった。上手にできるといいね。もうちょっと練習しよう。まあ人前でバイオリンを練習しながら聞かせるようなもんでさ、料理に失敗も何もないんだよね。上手下手もおかしな話さ。うん、まあこんなもんだ。よし、揚げ物でもしかね、鶏がいっぱいあるから鶏の唐揚げに、昨日はあのエビフライとか買ってきたからね、それを食べてるね。この三角形がいいよね。三角形味いいなぁ。ちょっとフライパンがないぞ。フライパンほう、フライパンね、ここフライパン、これフライパン、よいしょよいしょよいしょ、ほらうまそうだな、うまそうだぞ。お、これちょっとね、あれだね、これちょっと切っとかないと、これちょっと切っとかないと食いづらいんで、これはもうハサミで切ります。面倒だからね。美味しいですね。お、それぐらい焼き目だね。やっぱり焼き具合が大事ですね。卵はね、こっから油を取り出します。ピッね、でこの中に放り込んでやって、こちらもドロドロの医者が見たら怒り出すようなね、この曲はね、ちょっと後でまた綺麗しますけどもね、基本的にはこのドロドロ油を使います。酸化してドロドロです。死ぬよこの油使ってたらって言われそうだよね。知ってたまるか。揚げシューマイ塩ね、揚げシューマイね、これ結構重いさ。チンドボのっていうのはちょっとなんかピッピッてやるとうまいよね。次はさっきの鍋ね、こ
こを使うんですね。で、火をつけてた間に、火をつけて熱くなる間に、出来上がっちゃうわけだね。よいしょ。これを、ね、低温にしとこう。これは、安売りで売ってたりするから、早く使わないとダメだよね。よいしょ。次は、これで、ね、切った方が楽です。出歯が楽。出歯が楽。まあ適当に大きさ合わせて切っていこうだ。で、切ったら冷凍のねやつをまずはやらせちゃうんですね。あれゆっくり中まで火通すんだよね。で、唐揚げ作っとくと夜まで食えますからね。唐揚げを作るのをなんか今だんだん油がバチバチって言われました。考えてるんだけど、こうやって朝作らないと一日食うもんがないんだよね。朝昼で昼がとにかく貧弱になっちゃうんですよ。今までなんか煮た鶏だとかなんか食ったりしてたけど、そんなうまくない。やっぱり昼の量を充実させないとあまりよろしくないなんだ。ためにやっとしてますよね。塩でパーね、塩コショウだ。もうないね。もうどうじゃん。よいしょ。塩ね。で、ここは片栗入れてぐるぐるって混ぜるだけだから、話は簡単。もうちょっと塩入ってみようかな。何が？料理は手順だからね。はい、鮭、カモン。どんぐらいやってるかね。セーフ、カモン。カモン。お、今日はあんま水出てないね。水が出るのは釜の部分の水出ますよね。ちょっと横向いて、はい、横向いてください。で、こっちが行ってますね。それでこの西目くんを作らなきゃいけない。お、ピピピが出ました。ピピピが出たら開けて OK だよね。じゃあまずシュウマイをあげちゃいましょう。揚げシュウマイ、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 シュワーね、揚げシュウマイか。みんな進んでる間に、はい、粉を下ろして、適当ですね、これも小麦粉を適当に揚げましょう。
カレーシューマイ、揚げシューマイ。低温でいいね、これね。今低温だとどうかなと思ったけど。オッケーオッケー。ね、ヘッドフライに、タフライに、ハルマシでございます。半分でいいですから、半分は戻しちゃう。ちょっと塩かかってるから鶏が湿っとしてるからね、粉が伸びやすいですよね。ひっくり返ってちょうだい。まあね、粉を入れますね。ね、僕が人生で好きなものっていうのはいくつかあって、それがこのエビフライパン。ほんまに好きでどうしてだよな。思ってたっていうのはちょっと目がないですね。こうやってね、もう揚げる電池はこうやって出しておきましょう。料理ってのはね、いつも思います。では、ほら、まあそうだ、ひっくり返して、この中からちょっと焼けないといけないから、また返して戻してみましょう。こっちだね。ゴーゴーって火が通らないね。まあいいや。で、こいつこれを出して、揚げ物は蒸気がこもるんでね、こうやって揚げましょうね。こうやって揚げるところを作って、反応が鈍いよね、感じのね。
ちょっとガーッといってもらって、ね、なんかあるんだよね。もうちょっとカラッと上がったらあげようかな。はい、卵焼きはもうできてるから、卵焼きはこんな感じちゃいますか。ね、あっちの方にあげる。上がっていったところでおしまいだね。なんでそろそろ2品目の継ぎ足しを用意してみましょうか。もうこれで勝負ありって感じだね。こっちの方はもういいですよね。で、2品目の方に何を継ぎ足すかというと、大根でいいんじゃない。大根を尻尾の方から少し切ってしまいましょうかね。このぐらい使っちゃいましょうか。今もうあの汁ができてるところに入れないといけないと。これからねちょっと煮ていきましょうかね。2締めはあのちょっと大きく串を切るんですけれども、今日みたいなの汁がもうできてるときにはこうやってね少し切ることが僕は好きですね。すぐに見えるんでね、組織をこうやって組織に沿って切っとくと本当にすぐ見えますからね。これはもういいかな。お前ダブラって言わなかったね。似てるからね、OK ですね。鮭はいいかなって感じですな。はい、レッツレッカモン。おお、いいね。で、最後にこっち腹の方を焼いておしまいだね。大丈夫かな。うん、うまそう。こちらがね、いきますね。
で、この人たちを向こうに行きましょう。イカリングはもう僕の趣味ですね。大好きなんだよ。これこっちだ。これを煮詰めるんだけど、この今もう煮詰まってるやつはあんまり煮ない方がいいんで、どっちだろう、こうか。こうだね、汁を。はい、この煮汁に大根と大根と何だっけ、あさりを入れてやろうかな。これガラガラっと煮えるとすぐ大根火通るから、そしたらこっちと合わせてあげるのね。これ今日の煮詰めが出来上がりだ。こんなこんなをしてる間に鮭が焼けましたね。焼けた鮭を皿に振りましょう。ね、ほら、うまそう。あー、失敗した。大丈夫だね。でもちょっと、無心から今帰ってきてるんだけど、ちょっと、お昼出かけてたから、鮭が余ってるんだね。はい、これでいい。次はエビフライだよ。今日お弁当に入れる用の鶏をもう2つ3つ。混ぜ出しましょうね。もうお弁当作りながらね。それがこの後です。ごく足が速いから10m10秒ぐらい。つまんね。なんでこうやってタッパー握り出してます。ちょっとだけいい。また使いやすいからね。こうやってね。で、この人はお、ほらこっちに見え出してますね。やっぱりね、この三島目の釣り出しってのは美味しいですよ。うん、あの汁にもなるからね。こいつらは
返すかね、エビフライだけや。おエビフライ、エビフライ、頑張れ頑張れ。ちょっとこれ、こうなったらどうかな、中央にしようかな。で、だから天ぷらなんて贅沢だとか言われそうだけど、実際にはこれ朝だけじゃないですからね。朝天ぷら食うっていうよりも一日これ食い続けるんで、逆に言ったらこうやって作った方がいいよ絶対ね。タタタタタタパッタタオーブンがね、火ついてましたね。もうちょい煮たら OK ですね。
これ。味は問題なし。で、こっちはもうちょいだね。豆は豆で煮えてますね。どんなかな、本当に豆は、ちょっとまだ歯ごたえあるもうちょっと煮るかな。もうこっちは詰め始めないから詰めちゃっていきますか。出来上がり。じゃあこれ。
いい感じだね。はい、ラスよいしょ。はい、じゃあちょっと片付けちゃいましょうか。最後のこいつらが上がるまでの間は片付けたいですな。片付けたい。お肉豆も煮ないとダメだね。豆煮えたい。ここにね、最低限だけやっていきましょう。最低限だけやっていきましょう。なんか変な人だね。まあ、仕方がないでしょ。僕は僕ですから。全然です。変な人だなんて言われるのが怖くて人生やってられるか。そもそも相当変な人だもんね。はい、ね、包丁を閉まって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 、なんでボンボンバカボンにならないといけない。ずっとある球体の味方だと思って。いくかなんだよね。ブラヘン。味方に乗ってた。味方に乗った少年。イルカだよ。ジョンチューさん元気ない。こんにちは、ジョー拓也です。ジェットストリームっていうのがありましたよね、昔ね。どうしよう、ジェットストリームの広告は。シビル出たら金くれ、今なんだから金くれ、勝手に宣伝して金くれっていうのはなんか強化素材かね。アマゾンいいよ。金くれ。いや、反対言わなくてもアマゾンは売れてきたら。そうやね。失礼しました。失礼もしてねえよ。アホだ、アホな人生でどうしたらいいんだろう。あんま気にしない方がいいよね。もう今に始まったことじゃないし、考えてみれば30数年前。豆うまい。これ醤油入れないけどいいのかね。多分いいよね。唐揚げと。ボンボンボボンボンボンボボン。おお、もういいかもね。こいつらがちょっとね、まだ。
ハムが小さくなったら、あれですね。モンタナは面白いですね。あとおじいちゃんめっちゃ見てるかな。こっちに鬼しめの材料があり、はい、ここに出来上がりを置いておきましょう。すごいでしょこれ、おじいちゃん飲んだ酒だよ。本当にもう89だよ。何考えてんだか、考えてねえから飲むんだろうね。でもやめろって言うわけいかないよね。ねえ、さやの奥さんに先立たれて体は衰えてってさ、もうお酒飲むぐらいしかないんだからさ、せめて元気なら僕らが一緒にいてあげればいいんだ。年金も入るしな。まあね、そりゃしょうがないね。せめてそれはありがたい。よいしょ。まあ俺も年取ったらどうなんかね、いつも考えるけどね、そればっかりはわからん。あれ、どちらも入れる。あ、そっか。シューってお湯が沸いたらお茶を持ってってあげます。おじいちゃんは朝8時ぐらいに来ますね。ちょっとこの青いのはさっぱり、こういうのは冷凍冷蔵庫だね。冷蔵庫入れると分からなくなっちゃう。ここも出しておきましょうかね。よいしょ。で、昨日のお煮しめとかね、天ぷらとかなんかあります。よいしょ。これね、もうちょいいね。これもちょうどいいね。こうやっていきましょうか。これもちょうどこんなぐらいでいいね。なんかラップがもったいなくてね。まあいいでしょう。あ、いけない、お湯沸かねえと思ったらスイッチ入れてなかった。おお、ピッピッってます。閉めました。これで蓋されてれば、ちょっと洗ったお水飛んでも大丈夫だよね。ちょっと洗ってみましょうかね。水が沸くまでのタイム
もう洗っちゃいましょう。よいしょ。なんだかんだ言ってもう後片付けがね面倒だからみんな料理なんかしねえんだね。ところがなんかいろんな雑誌は料理こんな簡単だ簡単だ簡単だこんな健康な健康な健康なんですよ。バカでしょか。みんなってこんな面倒くさいからしたくねえよね。でも俺は死ねえと死んじゃうんだよね。糖尿病でね死んじゃうんですよ。即死じゃねえからまだいいけどさ、まあ即死の方がまだはっきり分かっていいかね。そこら辺の時間があるよね。うちのさんなんてやっぱり、炭水化物食ったらあんまりよろしくないんじゃねえのとは思いながらもやっぱり取っちゃうもんね。俺も分かってるけど、酔っ払ったらカップラーメン食ったりとかさ、魅力的なんだよ。悪魔は魅力的だから悪魔なんだよ。かっこいい。でも悪魔だよ。ってね。それが大好きなんだから、そうなんだよ。我ら大好きでござる。俺も人類を滅ぼすとかさ、勝手に言うなよみたいな。好きなのはおめえらなんだからさ。こう、くずくず逃げております。それで、こっち側に。この人を上げて。今日のお料理、ふるわりと。タンタラタラタタタタタンタンって感じだね。今日の料理とかなんかああいう番組のあれだよね。材料買いに行くとことかさ、魚なんかでもさばいて一番大変なところとかさ、そういうとこ出てこないよね。あれ嘘だよ。ゴミ捨てとかさ、なんで出さない。出したら誰も見ねえからだよって言われそうだよね。お、いいね。これ豆トロトロになってきました。うまい。もうとなったら換気扇止めてね、十分綺麗ですね。